手につかめぬものなし。時は戦国時代。今一人のヒーローが熱き思いを胸に秘め、群雄ひしめく戦国乱世を一つにすべくここに立つ。ヒーローよ、見事天下を制し、その比類なき足跡を歴史に刻み込め。天下統一への道。客が来たぞ。出とこは持つまで10人の組だ。筋肉了解。スイ、俺は筋肉隊。ここは本願寺総本願だよ。敵将が赤子のごとく、さすがは御大将。
限り我ら戦うであります。この国が止める。賢者様、この方々を倒すのでありますね。拙僧が本願寺賢女である。この世に帰るものはない。うわあああ、彼の力で何でも買うのじゃ。筋肉を買うのじゃ。その金の力、我が活用してやろう。回転完全戦。彼じゃ！彼じゃ！ほれ！
拙僧の筋肉運動が破れろ。これで田舎の母ちゃんに薬が買える。弾を取れ、金を拾え。この国の金、副直金、三角金、大天金、上腕二頭筋、雲を傷つけてくれたな。ついでに腹筋200回やっちゃうぜ。今なら筋肉もついて男で、肩ならしにもなる。筋の使いどころ見破った。若きの桜の舞い散る国よ、我が拳はいかなる障害をも打ち砕く。しかと見よ。
あんたにはとびきりの祭りを見せてやるよ。この世の春を謳歌した。ならばもう思い残すこともあるまい。秀吉、わかっておる。我は止まらぬ。我の作る王道楽土、天から拝むがよい。神でご冥福申し上げておる。肩鳴らしにもならぬ。
走らせる勢いですな。囲んでも同じことよ。乗るアホに見るアホ。ほらほら、あんたも踊って踊って。飲め、歌え、踊れ。みんなもふんどし脱いでまえ。あんた、青菜と一緒に漬け込んでやるよ。岩大安、くじは大吉ときたもんだ。へっ、あ、よっと。さて、運試しといくかい。水と油は混ざらねえよ。これは俺の人としての意地ってやつだ。おれ、回転完成。はい、熱いの邪魔をつまみだぜ。その喧嘩、俺も混ぜろ。ちょいとそこまで、突入。お前はまだ悲しみを引きずっておるか。後ろを見るのは人の差だ。忘れたい過去ならいくらでもあるさ。勢いあるね。負けねえ。本当の敵はお前の仲間、その遥か彼方よ。あれ、今日は大吉だったのにな。詳しく寝とればよかったわ。なんだ、こんなもんか。眠くなっちまうよ。一刻も早くここから立ち去ることをおすすめする。いやよいやよ、もう好きのうちって言うだろ。知りまくって逃げるに限るね。おれ、回転感知戦。見よ、俺が若きの桜の舞い散る国よ。我が拳はいかなる障害をも打ち砕く。しかと見よ。
この世にはびこる悪名、正義の名において貴殿を削除する。赤マサ様、うちのお手伝いするか。断りの戦たちを戦闘だ。浅井長政は城にいるぞ。各地の砦を占拠し、浅井を誘い出すのだ。道を開け、我らが大将の弟よ。砦を攻める浄化される運命とも知らず、お願い落とさないで。落ちたぞ。立った。まずは一つ、残る砦は三つでござる。赤マサ様、どうだか恐れていたことだ。蝶のように舞い、蜂のように刺す。なんたる正義が破れそう。赤政様が怒ってる。一したら私を侮辱する気か。許さぬ。やめて、赤政様を怒らせないで。隠れろ。それでも断りの戦か。貴様の正義が試されているぞ。ご覧あれ。こんな戦はただの通過点だよ、秀吉。分かっておるわ。我は止まらぬ。正義の鉄槌食らうがよい。と破れるも、全て悪と思い知れ。ごめんなさい、ごめんなさい。1
ベソベソと泣くな。みんな力を合わせるんだ。を叩くな。一、我らが聖域を汚すことはたわず、我回転感知戦、なぜだ、なぜ私の正義が通じない。みんな、お願い、イッチを助けてほしい。みんな、これ以上進ませない。戦たちよ、守りを固めろ。落とされる、落とされてしまう。貴様の信念を見せる時が来たぞ。
悪は許さん。消えうせよ。私を怒らせるな。一本、二本、三本、四本、五本、一つ振るうは殿のため。回転感知戦、二つ振るうは民のため。肩慣らしにもならぬ。落ちたぞ。砦、完全占拠成功。お見事なり。これ以上我が聖域は汚せぬ。長政様、一も一緒に行っていい？勝手にしろ。さっさと来い。皆の者、刮目すべし。一、お手伝いします。無言即殺。悪と無駄口削除なり。この浅井長政、容赦せぬ。お優しい一に一お喜びに関しては良い噂を聞かない。悪、どけ。おこんな力の規制に偽善に過ぎる。死なすつもりはなかった。私の意地を。大丈夫、俺が取っておりますよ。三つ数える間に機能を削除してやろう。おれ、回転感知戦。私はこれしきには揺るがない。いかにしても勝たねば意味のないわ。私の敗北、それはすなわち正義の死ならば、なおさら負けるわけにはいかない。私が貴殿を必ずや封印しよう。認めるぞ。私は間違っていない。見よ、これが若きの桜の舞い散る国よ。我が拳はいかなる障害をも打ち砕く。しかと見よ。
乗り込め。全軍船に乗り込め。急ぐのだ。皆の者、一兵たりとて船に乗せるでない。何をしておる。進め。恐れなど抱くでない。我らは元就様に動かされる万丈の石。肩慣らしにもならぬ。挑戦できたぞ、一番乗り。船に乗せるなとあれだけ言ったはずよ。そなたら失策の処罰を覚悟。やったぜ。船に乗ればこっちのもんよ。敵を前にその手たらくを晒すか。恥を知れ。敵だ、敵が来たぞ。早く船に乗れ。早い、毛利軍がもうここまで。誰が夫人を崩せと言った。やはり僕の目は間違ってなかったよ。何を言っておるか。遅れを取った者は切り捨てる。耐えろ。秀吉様がきっと来てくださる。これで少しはおとなしくもなろう。ひるむな。乗り込め。乗り込むんだ。全滅を望むか。よかろう、葬ってくれるわ。まだ半分、これじゃ高松城を攻められないぞ。毛利軍と遭遇。まさか作戦が読まれてる。状況は有利。この調子で進もう。毛利軍が号泣。その身で知るがよい。秀吉と天使、運の悪さも敗因の一つだよ。こっちに敵だ。さすがは毛利元就。くそ。勝利を信じろ。あなたが我らが勝つ。元就様、お役に立てず、お許しください。拙者の死も策のうちか。ここは君に任せても大丈夫だね、秀吉。我を信じる。これで勝だ。大将の器が知れるわ。我が隊乗り込み完了。後続隊急げ。まだまだ余裕といった顔だね、秀吉。敵将が赤子のごとく。さすがは大将。肩慣らしにもならぬ。我の前に立ちはだかるとはな。ダメだ、俺たちは貫禄負けだ。あと少し、あと少しで出航できるぞ。突破されたか、使えぬ者どもめ。好機なり、退路を塞ぎ殲滅せよ。貴様ごときが
我が歩んだ道を覆そうせん。それで我をやり込めたつもりか。その通り、我の本領はここから。その命をもって我が国の礎となれ。貴様程度の知略では我にかなうまい。我が名は毛利元就、一輪の申し子なり。元就様の手の内を知る。そこの君、秀吉はまだ本気じゃないよ。拙者、己の未熟さを知る次第でござる。我が最高に敗北するがいい。我らが大将の活躍ぶり、おとりを聞け。君はこの国を滑る器だ、間違いない。我、回転貫徹戦。拙者を策に溺れるのみ。最後はやはり力よ。元就様の知略にかなうと思うてな。くそー、あいつだ、いいやつだったのに。情けなし、采配を振るうのままならん。王の技は実に得意。どうかご注意。なかなかできない。それもここまで。国をつかむと情けも愛も不幸に捨てた。我、回転貫徹戦。所詮は我も駒の一つ。見よ、これが若きの桜の舞い散る国よ。我が拳はいかなる障害をも打ち砕く。と見よ。
逃げる狐は追い詰められる。宿命よ。天王山に明智光秀はいない様子。今のうち山頂に陣を引きましょうぞ。この国を滑る器だ。間違いない。我、回転貫徹戦。障害となる目をここで潰す。縛り付けて離さぬものは誠の恐怖よ。秀吉様の作る国、俺たちも見たいです。ただじゃ死なれ、あんたも道連れだ。さて、山頂をいただきますか。明智が出てきたか。先に山頂を取ってください。なんだ、我らとて光秀様には逆らえぬのだ。お見事、門を抜きましたか。拙者の光秀様にだけは切られたくない。甘いよ。さあ、急がないと大変なことになりますよ。扉一枚、どうでもいいことではあります。俺たちだ。もう戻れねえんだ。そっちでは相手にならぬか。我、回転貫徹戦。我ら、それでも光秀様に従うまで。刀なら死にもならぬ。貴様はもう川を渡ったんだ。あなたも同じように苦しめてあげますよ。
明智軍三丁まであとわずか。ここまでか。11日だ。11日になっただけでもありがたく思う。浮世はつかめるぞ。日々が知る時にはそれがあだになります。光秀様、それで怪我のお手当は？もっと付き合ってください。忘れないですね。一刻も早くここから立ち去ることをお勧めするわ。光秀様、敵だけを倒してください。国を掴むため情けも愛も甲に捨てた。おやおや、もろすぎますね。あれ、書いてあなた、今まで殺した人の数を覚えていますか？肩慣らしにもならぬ。さあ、貫いてください。それがあなたの仕事。血の池地獄だ。見に行きましょうか。見よ、これが若きの桜の舞い散る国よ。我が拳はいかなる障害をも打ち砕く。しかと見よ。負けやがれ。俺様は武蔵。
元武蔵。この島は俺様印の島。わかねえぞバーカ。勝負しろ。その資質俺が試してやろう。さっさと俺様に倒されろ。俺様デスの策を仕掛けてやったぞ。これでいてめっくらいやがれ。けつまんねえ。俺様一抜けた。犬千代様、我ら二人を邪魔する者は馬に蹴られて地獄に落ちる我ら最強夫婦。勘弁。なんだあのバカども。ここでも兵のしつけが必要のようだね。犬千代様、敵襲にございまする。よし追い返すぞ。目を止まる国があってこそ、そうは思わぬ。まことに国のあれば、良妻も悪妻も同じよ。まず、ここは一旦引く。心得ましてござります。では後ほど合流を。二人を合流させるな。追撃しよう。松殿、全力でお逃げくだされ。よしなに。お前の職務を忘れろ。出撃。走ったら腹減ってきた。なんとおにぎりはここに。殿、こちらに逃げてくだされ。お早く。おう、うわ、守れ守れ守れ。拙者は腹が減ってきましたぞ。元気がいいのは大好きだ。松殿が来たぞ。後ろをお守りするのだ。
なんと無体な。我らが殿、奥方様、創建なれ。何の腹が減ってもそれがし元気。早く犬千代様のもとへ急がなくては。おにぎりの具が悪くなってしまいまする。皆様、前田利家が妻松にござります。さあお覚悟なさりませ。かけまする。みんな松の飯を食べろ。松殿の特製握り飯よ。具が大きい。余力を残しているのかい秀吉。その通り、我の本領はここから。殿、拙者の飯をお持ちください。どうぞ。飯、血のりはこちらにあり。遺言は済ませる。その命をもって我が国の礎となれ。松殿、全力でお逃げください。よし、勝機と機運は我らの手。なんと守りきれなかった。隠れろ。おら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 、やっちまえ。そこの君、秀吉はまだ本気じゃないよ。我らが殿をお守りするのだ。任に報いよ。皆様、松目が見ております。我らが大将が活躍ぶり、おとりを聞け。皆様、待つ特製ご飯にござりまする。こら、この前田と茂野。おー、天下一の豪壮、受けてみろ。我ら毎日野山を駆けずり回る野生の豊。君はこの国を滑る器だ、間違いないよ。かけまする。
それがしが一番。ここから立ち去ることをお勧めする。お力を見せてくださいませ。その程度で武士を名乗るなど、とてもとても。イニチオ様、どうか強く。待つ、ダメだ。我が忠誠、今こそ見せる時。この借りは必ずか。
どうする秀吉。死を急ぐ。我の作る国を見届けてからでも遅くはない。秀吉様の作る国、俺たちも見たいです。僕の目は間違ってなかったよ。何を言っておるか。涙は後で流すだ。行くぞ。そう望む。よかろう。戻ってくるわ。秀吉と大使、運の悪さも敗因の一つだよ。道を開け。我らは大将のお通りを。こんな戦はただの通過点だよ、秀吉。分かっておる。我は止まらぬ。一気じゃ、一気じゃ。任せても大丈夫だね、秀吉。我を信じる。やめるなよ。これで勝負。大将の器が死ぬ。もうダメだ。おめえさん、いい農民になれそうなのに。まだまだ余裕といった顔だね、秀吉。相変わらず強えな。将が赤子のごとく、さすがは御大将。これで少しはおとなしくもなろう。ちゃんへの気持ちがオラたちを強くするだ。うわあ、オラたちの力作、イツキモンが。なんてことするな。イツキちゃん。
もう。未来に向かって。桜の舞い散る国よ、我が拳は
いかなる障害をも打つ気だ。しかと見よ。Shine, kill